本日も先に忠告しておきます。本日の動画、オリックスファンの方以外が、見ることはお勧めしません。非常に不快な気持ちになって、B モレルのことを嫌いになってしまうかもしれないんで、本当に僕も嫌われたくはないんで、いつも楽しくね、 B モレルをご覧になってる方々には本当にね、ちょっとここは一旦引いてもろて、不快な気持ちにならないために、一旦自分の身を守るために引いてもろて、を僕は強く推奨しておきます。はい、帰った、もうみんな帰った。今ここにいるのはオリックスファンだけですか？もういいね、いいね、もう俺あと責任取らないからね。オッケー、もうこっから俺炎上しても俺知らんからね、またネタにするだけやからね、これ炎上したら、うん、もう言っといたよ。本日オリックス、ホークス相手に9対3で勝利したんですけども、まあ、9対3というスコアね、見てると想像つかないと思うんですけど、本日22安打、そして先発全員安打です。まあまあ、よくある話じゃないですか、先発全員安打は。よく打った日は先発全員安打なんです。はい、しかし本日、ただの先発全員安打ではありません。先発全員マルチ安打。今日出た選手が全員ヒット2本以上打ってるんですよ。先発全員マルチ安打。僕は聞いたことありません。調べてみたところ、先発全員マルチ安打というのは、1951年の巨人対名古屋軍。これ、72年ぶりの記録とのことで。プロ野球界全体で72年ぶり、2回目の大記録を、偉業を、オリックスが本日、あのオリックスが、成し遂げました！とんでもんじゃおめえろ今日もちいかまでやる。懲りへんなお前ら、おい。いつまでお前ら野球の何、軽かぶっとんでおい。いや全然、別にいいや。忠告したしね。はい、お前ら、どうや。ね、プロ野球の何スポンサーかなんかになって、こういう試合を見る気持ちは。どうや、お前。お前らは先生俺の好感度上げとけ。あ、ポンカツお前、おい、ごめんな、なんか最近モレルのお友達ポジがちいかわいになったけどな、ちょ、うちのポンカツもちゃんといますんで。お前最近殴られてへんやんけ。してるでね、尻尾の綿が全部こっちに行ってるんよ。ちょっとお前もうちょいちゃんとピシッとせよ。お前どっちが可愛いですか？はい、お前ら全員こうじゃ。先発全員マルチ安打、22安打打って9点でちょっと少ない、まあ残塁祭りではあるんですけども、まあまあそれだけ打線が好調ということですよ。ある意味今季のオリックスらしいよね。ヒットはいっぱい出て、で残塁は多くするけども、まあなんやかんや勝つみたいな、ね、本当に今日はね、もう言うことないっすね。もう全員が全員もう自分の仕事をしてくれてるんで、はい、もう言うことはありません。本当にちょっと好調すぎて怖いですよね。これが本当にオリックスなのかという。去年ですら、一昨年ですら、まあ、優勝した年ですら、そこまで打ってるチームではなかったんでね。ただ今年はちょっとなんか、増田選手が抜けたにもかかわらず、打撃の方かなり好調だと。投手陣は相変わらずだと。決勝へ！これが強いチームへ！戦う顔してますか？いやもう今日はサークルチェンジね、満員御礼でね、本当に皆さんね、楽しんでいただいたんですけど、なんかオリックスファンの方はね、これはオリックスじゃないと。もはや見てるのは怖いと。絶対これ揺り戻し来るでと。うん、言ってました。はい。絶対このまま行くはずがない、オリックスがと。絶対どこかで毎年苦難はあるんですよ。毎年オリックスというチーム自体が劇場型なんですよ。平野義久という抑えが劇場型なんですけど、それ以前にもうチームが劇場型なんでね。ただ今年正直劇場という劇場がではないですからね、まだね。ただオリックスはこのまま終わるはずはないですよね。どこかで劇場来るとは思うんですけども。でも正直、でもね、今先発陣がね、これだけ枚数がいて、ね、吉信、宮城投手、田島には、まあ、田島にはちょっとそんな良くなかったけど、で、達也もたまにいいピッチングするし、俊平太もいてね、で、山岡投手もいて、うん、この盤石の先発陣に、ね、宇田川投手とかも帰ってきて、で、ワーニーは劇場するし、総一郎もいて、投手陣はいつも通り盤石。で、打線がね、この森友とかラオウがね、打ちまくって、で、茶野選手もね、ルーキーとして、もう、新人を全然狙えるバッティング。正直資格ないっすね。ここからオリックスが落ちるビジョンが見えない、正直。ここからオリックスが、なんか、
大型連敗をするビジョンが正直見えないんですよね。このまま本当に向こう30年他のチームが手をつけられないような勝ち方を今年するんじゃないかな。20ゲーム差ぐらい、30ゲーム差ぐらいつける、100勝するんじゃないかなと。そう思わせるぐらいの、この戦いぶり。これが強いチームの勝ち方や！ということで正直負ける気しません、今のところ。はい。もう大船に乗っていいですか？もう大船に乗りましょう。もうね、謙遜とかいらないから。今までね、その、ね、これが強いチームかとかね、その、いや、全然慣れないわとかね、あ、オリックスファンならではの、その、あると思うんですけど、傲慢に行きましょう。傲嘆豪傑に行きましょう。調子に乗りましょう。お前ら調子に乗れ。調子に乗って、どんどん。フラグとか関係ない。調子に乗れ、どんどん。この先発全員マルチアンダーだよ、この事実。これは72年ぶりの記録だよ。72年ぶりの快挙をしたんだよ、俺たちは。ポリ持ってこうや。ということで。で、まあ、とりあえずカード勝ち越しは決めたんで、明日、小野投手。まあ、またね、ちょっと、お試し先発なのか分かりませんが、まあでも小野投手に期待したいですね。今季初先発ということで。ただやはりね、やっぱ、この先発ローテが全員、まだその、フルメンバーじゃないじゃないですか。俊平太も休み使って山岡投手も投げましょうとかして。そういう段階でこの成績を残してるっていうのは本当にポジ要素ですね。多分また終盤戦だったらもうガチガチのね、調子スタメンローテで行くんですから。この小野投手とかを、その、初先発さ、頑張れよとね、後押しできるその環境。これで勝ててるというのが、でかい。ということで明日小野投手、何も気負うことなく、全身全霊で豪胆豪傑に調子乗っていっちゃってくれ。震えてくれ